まあ、いろいろハラハラしてると思いますけど、もっとこれからやばいことになってきますからね。何ですか？今日紹介するのはアメリカをまあ揺るがしてるですね、今ドキュメンタリー番組っていうか映画がありましてですね、はい、サイエントロジーという宗教団体の内部を、暴いたですね、暴露した、ゴーイングクリアっていう、タイトルの、ドキュメンタリー映画を紹介します。はい、はい、これはサイエントロジーという教団はですね、あのトム・クルーズ、ミッションインポッシブルのトム・クルーズと、はい、あのジョン・タロボルタ、がですね、あの信者として非常に有名な宗教団体なんですけども、他の宗教と違って教義が秘密なんですよ。その、まあ、いろんな宗教があって、その信じているものとか、あのどういう世界観があるっていうのは普通はオープンなんですけど、はい、サイエントロジーの場合にはいっぱいその修行して勉強して、格が上がっていかないとそれを教えてもらえないんですよ。はい、で寄付いっぱいしてと、で、だから今まではずっと秘密だったんですけども、だんだん内部から漏れてきたんですが、今回は決定版なんですね。でこのゴーイングクリアって映画は基本的に内部にいたそのサイエントロジーって教団の幹部たちが、辞めて、告発してる告発集を並べたものなんですよ。うわ、告発してるんですか。ずっとインタビューなんですよ、ほとんど。へえ。もう本当に教団 の発足時からその現在までいた、もう本当にナンバー2とかナンバー3とかの超トップの人たちが抜けて、実はこういうことしてましたってことを全部言っちゃってるっていう、まあ、信憑性のある情報、ドキュメンタリーなんですね。これ教団の規模としては大きいんですか？教団の規模としては今世界中に現在広がってますよ。すごい規模になってます。で、まあ、総資産額はですね、15億ドル、だから1500億円以上ということになるのかな。すごい額なんですね。15億ドルですよね。はい、すごい規模です、はい。で、この、まあまあ、サイエントロジーっていうのの始まりからですね、説明しますと、エル・ロン・ハバードというですね、SF 小説家がいたんですね、1950年代に。でものすごい数でいろんな小説書いたんですけど、西部劇とか全然売れなかったんですが、ある日ですね、ダイアネティックスという自己啓発本を書いたんですね。こうすると思考が実現するとか、そういう本っていっぱいあるじゃないですか、ビジネスフォーメーションとかに、ね、そういうのを書いて、でその内容がその人間が、人がその積極的な行動ができないのは、本人も忘れてる過去のトラウマが体に、心とかにロックをかけてるんだと、でそれをそのクリアにすると、仕事とかできるようになるよって本だったんですね。勉強とかね、はい、でだからこのタイトルのゴーイングクリアっていうのは、そのクリアにするっていうサイエントロジーの競技から来てるんですよ。はい、でじゃあそのどうやってその過去のトラウマっていうのを自分も知らないわけですから、覚えてないわけですから、それを、クリアにするかっていうと、これカウンセリングを受けるんですね、サイエントロジーでは。これをオーディットって呼んでるんですけど、まあなんていうか、昔ラブテスターっていうあのおもちゃがあったの覚えてます？相性分かるんですか？あった。そうそう、あれこう手にかいた汗でその電流の流れが強くなるのを測る機械だったんですね。だから恋人同士で握ると熱くなって汗が出て、そのラブテスターの針が揺れるってなるんですけど、あれをですね、嘘発見器として使用するんですよ。E メーターって言うんですけども、はい、でそれを信者に握らせて、その針の触れを見ながらですね、いろんな過去について聞いていくんですね、カウンセラーが。それでも何もかも洗いざらい喋らせていくっていうのが、この、サイエントロジーの、まあ、オーディットと言われてるカウンセリングなんです。はい、でそれで、過去にこういう嫌なことがあったとか、まあ、子供の頃虐待受けたとか、そういったことは分かってきて、自分も嫌だから忘れてたことが、はい、でそれを分かることによって、それをクリアにして、トラウマを克服するっていうことなんですね。でそれがまあ非常に当たってですね、ベストセラーになって、で、ところがそれを宗教化していったんですよ、そのロン・ハバートって人は、はい、それをサイエントロジーっていう集団にしていったんですけれども、これがですね、その後だんだんその教義が発展していくうちに秘密になってたんですよ、最高競技っていうのは。で、ここでね、出てくるね、その取材でされて出てくる、このゴーイングクリアに出てくるなんか証言者の一人っていうのは、30年以上サイエントロジーにいた人って出てくるんですね。その人はポール・ハギスというですね、
ミリオンダラーベイビーという映画でアカデミー脚本賞を取って、クラッシュという映画でアカデミー作品賞を取った映画監督なんです。でこの人は1975年から30年以上サイエントロジーにいたんですよ。でどん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 格が上がっていって、でやっと最高競技を教えてもらえる格まで行ったんですね。そしたらアタッシュケースをもらったらしいんですよ。あなたはとうとうこの最高競技を知ることができました。ついに、うん、でアタッシュケースを開けたらですね、その、まあ、教祖のロン・ハバードの手書きのメモが入ってて、それによると、はい、その人類みんなにあるそのトラウマの正体が書いてあると。それは7500万年前に宇宙を支配する宇宙の帝王ジヌーというのがいたと、うん、それが宇宙中から自分に逆らう人たちを集めて地球に捨てたと。ほうでその捨てられた人たちの魂が、そこの地球にいた原始人の体に入って、うん、それが現在の我々なんだと、その子孫が、うん、だそのジヌーに殺された魂っていうのはジヌーによって洗脳されてるらしいんですよ。ちょっと待って、30年かけてジヌーかいみたいなそこ？そうで、それを解くのがサイエントロジーのもう最高の目的なんだっていうことが書いてあったらしくて、どう思うんだろう。そうでびっくりして、なんだこれはと思ったんですって、そのポール・ハギス監督も、うん、冗談かと思ったと、うん、でも信じたらしいんですよ。30年間ずっとね、ってのはそれまで散々費やしたその莫大な修行の時間と、うん、もう大量の寄付が無駄になっちゃうじゃないですか。そうですよね。いやもうジヌーのために、ジヌーがゴール上がりがジヌーだったって。ジヌーですよ。いや夢落ちるよ。でも人間って最初これね、なかなかあれですけど、要するにバカバカしいものだというふうに思っても、ここまで俺は信じてきたんだから信じようっていうことですよね、うんうん、これなんか DV 夫についてこんなんとかと同じですけどね。ここで別れちゃったら、でですね、はい、まあ、でもどこの宗教もみんな同じで、僕は思うのはね、まあ、まあそれはいいんですが、それで1986年にですね、うん、そのロン・ハバート氏が亡くなったんですが、うんうんうん、そこからですね、教団は当時まだ26歳の若い幹部のデビッド・ミス・キャビジって人がですね、その教団の主導権を握ってですね、はい、まあ、この映画の中でのその、証言によると、粛清を始めていくらしいんですよ。他の、まあ、あの幹部仲間たちを、はい、でこのミス・キャビジさんとの権力闘争に負けた人たちが、まあ、元あの幹部としてこの映画で証言をしているという状態なんです。そういうことか。はい、でですね、この中で一番衝撃的なのは、そのトム・クルーズの担当をしていた人っていうのが出てくるんですよ、うん、でこれは マーティー・ラスバンっていう人なんですけど、これ教団のナンバー2、ナンバー3ぐらいのもう超トップの幹部なんですけども、うん、その人がトム・クルーズがニコール・キッドマンと結婚した時に本当に困ったって言ってるんですよ。なんでですか？どうしてかというと、ニコール・キッドマンっていう奥さん、最初の、あ、2人目の奥さんですけど、トム・クルーズの、はい、のお父さんっていうのは精神科医だったらしいんですよ。で精神科医っていうのはずっとサイエントロジーに反対してるんですよ。アメリカの精神科医じゃなくて世界中の精神科医っていうのは、彼らがやってるのって精神科のカウンセリングと似てるじゃないですか、はい、だからそれは素人がやったら非常に危険なんだって言ってるんですよ。なるほど、確かに、うん、でちゃんと医療の資格を持った人じゃないと非常に危険なことをやらせてるから、うん、これは危険だと。で実際にその、精神病になった人をその、精神科に見せないで、精神科医に見せないで、サイエントロジーがその独自のやり方でその精神病を治療しようとして何人か死んでるんですよ、これは事実なんですよ、新聞にも出てて、うん、だから非常に危険だと言ってる人の、医者の娘とトム・クルーズが結婚しちゃったんですよ。トム・クルーズサイエントロジーのもう大信者なのに、そしたら奥さんのニコール・キッドマンの影響でサイエントロジーと距離を置くようになったらしいんですよ、トム・クルーズが。でこれは困ったってことでもって、うんうん、なんとかニコール・キッドマンと別れさせようって言って、サイエントロジー その幹部の、まあ、具体的にそのラスバンって人はトム・クルーズをもう何度も説得して、で別れさせたんですって。そっち取ったんだ。別れるんだ。これやった本人が言ってるんで、かなり信憑性が高いんですよ。私が やりましたと、離婚させましたとか。これは結構トム・クルーズ大ショックだろうなと思いますよね。そうですね。今回のこの映画まで知らなかったってことですか、トム・クルーズ。トム・クルーズもだからそこまでコントロールされてるって自覚はなかったでしょうね。どうなっちゃうんだよこの後。すげえなこれ。でね、ま、
その後ですね、そのサイエントロジーは、これもちょっと報道されたんですけど、トム・クルーズに花嫁を当てろうとしたんですよ。で教団の中に非常に美人で、その女優志願のですね、ナザニン・ボニアーディっていうあの女性がいたんで、その人をですね、まあ、歯を直してあげたりですね、ちょっとした整形みたいなことをしたり、そのスタイリストをつけたりして、どんどんトム・クルーズ好みに改造してたらしいんですよ。ただその、ナザニンさんは、私がなんで改造されてるかわからない、何かのボランティアをやるらしいと思ってたらしいんですよ、うん、でここに行けっつって行ってみたら、そこにトム・クルーズがいたんですよ、リゾート地の別荘に、うん、それでそこに教団の教祖の、その、まあ、教祖の跡継ぎのですね、あの最高幹部の、デビッド・ミスキャビジが来てですね、うん、君はこれからトム・クルーズの花嫁になりなさいって言ったらしいんですよ、うん、はしたらショックで、あまりにもそのナザニンさんはいきなりそんなことやらされるから、私は嫌よみたいな感じになったんですね、嫌、うん、だった、うん、それでそしたらトム・クルーズそこでテーブル叩いて怒ったらしいんですよ、うんうん、このミスキャビジさんに逆らうのかって怒ったんですって。あ、そっちか、そっちの、そっちなの俺を振るのかじゃなくて、だからすごいもう教団の方に入っちゃってるんですよ、トム・クルーズその状況では、でしかもそのこれで破談になっただけじゃなくて、そのナザニンさんはトム・クルーズをその花嫁になれなかったっていうことで罰としてですね、教団の施設でずっと便所掃除をさせられてたっていうんですよ。なんというとことんやりますね、すごいんです。これこの教団はその中で、あのなんていうか、抜けようとした人たちとか、この看板みんな抜けてるわけだから、はい、抜けようとしたらしいんですよね、途中で、はい、そうして教団の中でそのなんていうか、異分子になっていくと、 その、それを鍛え直すですね、修行施設みたいなのがあって、そこに監禁されるらしいんですよ。聞いたことあるような、ね、話だよね、うん、で、すごい苦行させられて、その30時間労働と トイレ掃除とですね、その食事は残飯で、眠るのは3時間だけとかね、それをずっとやらされて、まあまあ、あの精神的にですね、ボロボロになるらしいんですけど、ね、それで、まあ、ね、脱出した人もいるんですけど、はい、でそれをね、かなりね、そういったその体罰みたいなことをかなり幹部に対して、そのミス・キャビッチっていうリーダーはやってったらしいんですね。だからなんていうか、これあの赤軍派とか、あの宗教団体とか、あの、まあ、みんな同じなんですけど、うん、あの左翼ゲリラとかも、要するに内部で権力闘争をやるときに、そういった形でその幹部を出していくんですよね、はい、よくあるパターンですけど、うん、まあ、それをされた人たちが、まあ、出てきてですね、この映画の中で、私はこういうことされましたというふうな形で、告発していくという内容なんですよ。でこれに対して教団側、あのサイエントロジー側は、あのもうこれは全部デタラメなんだと。なぜならばその、証拠よりも証言に頼ってるじゃないかと、うん、でしかも彼らはみんなその教団を辞めた、あの反教団側の人間じゃないかと、うん、だから信用できないじゃないかっていう形で、あのすごく反論してるんですよ、うん、でトム・クルーズはまだノーコメントです、うん、でジョン・トラボルタは、私はサイエントロジーに入ってていいことしかなかった、素晴らしいところだというふうに言って、サイエントロジーにも徹底的な擁護に回ってるんですけども、で、まあ、そういう話なんですね。それで今インターネットにサイエントロジーがこの映画、あのゴーイングクリアの間違いとかですね、うん、ゴーイングクリアの問題性っていうものをすごく、あのしっかりしたサイトで、検証してるんですけども、うん、これでそのサイエントロジー側の意見でやっぱりすごいなと思うのは、中に出てくるその幹部たち、その元幹部ですね、うん、告発してる元幹部たちの素性を全部上げてるんですよ。はい、すごい。で、これがすごいのは、要するに彼らは互いにその、オーディットって形でカウンセリングを受け合ってるから、信者全員のすごい細かいデータを持ってるんですよ。うん、ああ、そっか、全部言ってるんだ。ある意味弱みとかも持ってると。弱みとかも握ってるし、その自分の要するにトラウマとか問題性を全部告白しなきゃいけないから、本当は誰にも知られたくないようなこともみんな言ってるんですよ。それを全員、信者すべてのものを保管してるんですよ。はあ、なんか言ったらそうってのあるわけですね、うん、あれじゃあ言っちゃってもいいんだなみたいな。でしかもその奥さんとか教団に残ってるから、奥さんとかもめちゃくちゃ言ってますから、大抵離婚したら大抵めちゃくちゃ言いますからね、その元幹部のことを私に暴力振るったとかいっぱい言ってるんですけど、で特にその今回 の、 その元最高幹部に近い人で、マーク・ラスバンっていうその元幹部たちのリーダーの人に関しては、サイエントロジーは彼は信者たちに暴力を振るってたと、幹部だった時に、で幹部だった時に教団の金をまあ使い込んでクルーズ船で遊んでたりしたと言ってたり、あと、
元幹部の一人でマーク・フィッシャーっていう人はタイで少女売春しまくりだったとか書いてるんですよ、サイントルジェカが。で多分この辺は本当なんですよ、あのデータ持ってるから。で、あとそのマイク・リンダーっていう人がもうすごい告発をしてるんですが、マイク・リンダーっていう人はですね、95年にサイエントロジーがその、精神病になったリサ・マクファーソンっていう人を治療しようとして、あの死なせちゃった事件があった時に、裁判になったんですけども、その時にそのサイエントロジー側に不利な、なんていうか証拠を隠滅したりですね、虚偽の発、まあ、なんていうか偽証したと言ってるんですね、サイエントロジーが。これえって感じですよね、こいつはこの元幹部の言うことは信用できませんよ。なぜならば彼はあのサイエントロジーの幹部だった時にサイエントロジーに不利な証拠を隠滅した人だからですって言ってるんですよ、サイエントロジー。ってことはでも不利なものも何を言ってるか僕よくわからないんですが、でこの幹部 の, そのやった、やってた悪いこといっぱい並べてるんですけど、こんなひどい幹部たちがいた教団なのかと僕は思ったんですけど、そうですね、はい、だからよくわからないことになっているというね。で、この映画自体がね、その監督はアレックス・ギブニーというアカデミー賞を取った人で、なぜこの映画を作ったかという話をしててですね、インタビューで。で、これはサイエントロジーってのは今もうすごい15億ドルっていう総資産を持ってて、でその収入の現在の多くがですね、世界中に所有する不動産の、まあ、開発であったり、その、まあ、貸したりですね、ビル経営をしたりとか、そういった基本的に不動産業なんだと言ってるんですよ。で実際にハリウッドの周りってのはあの今ほとんどサイエントロジーの土地なんですよ。ハリウッドっていうのはあの80年代から90年代にかけてですね、廃墟みたいだったんですよ。あの不労者とあの、ジャンキーでそれを全部ただ同然に値段が下がってた時にサイエントロジーはそれを買いまくったら、その後あのハリウッドって再開発されて、あとその後アメリカはその不動産バブルになったんで、それでサイエントロジーって莫大な資産を増やしたんですよ。それでか。いやただ彼らはその税金払わないんですよ、宗教団体だから。うん、でもこれはおかしいって監督が言ってるんですよ。不動産は宗教と関係ないじゃないかと。関係ないですね、確かに。そうだから、まあ、こういうのを免除するのはおかしいよっていうふうに監督が言ってますね。はい、これ公開されて結構、ね、衝撃ですよね、多分アメリカでは。いろいろ動いてるんじゃないですかね、その話も。そうですよね。だってこれもうね、大変なことになってますね。あの、その、この映画を制作した HBO っていう会社、もう160人弁護士雇ったとかね、言ってますけど、さすがにそれは持ってると思いますけどね。いや、だって一人の SF 作家のジヌーがですよ、ここまでのことになってしまうというのが。でもこれすごいですよ。昔国税庁に、なんていうか、まあ、税金払いって言われたときに、まだ宗教団体じゃなかったんですね、サイエントロジーが。でその時にどうやって戦ったかというと、あの国税庁 の, その職員一人一人をですね、一人一人の信者に訴えさせたんですよ、あの信仰の自由の侵害ということで、で一人一人を個別に訴えたもんだから、その訴訟数は2400件もあって、それで国税庁側が値を上げて93年にサイエントロジーを宗教団体として認可したんですよ。はぁ、ものすごいですよ、彼らの戦闘は。というふうにこの映画では描かれていますが、はいはい、あのサイエントロジー側はですね、この映画で描かれているのは全部嘘っぱちであると。なぜならばその元幹部たちはみんな変態とか悪いやつばっかりだからだと。嘘言ってんじゃないか。なるほどね。なるほど、衝撃のドキュメンタリーですね。見たいね、これ。はい、ゴーイングクリア、今日は町山さんにご紹介いただきました。これはまあご、はい、何ですか、マシュマロ。汚れそうな感じになりました。え、もう大変なことが起こってるわけじゃないですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。